水回しとは、水に触れると絡み合った繊維が、速やかに分離し、水中に分散する性質を有する紙で、水回生紙または、水分散性紙とも呼ばれる。水洗トイレ用、トイレットペーパー、トイレ周りの使い捨ての紙製の便座シートや掃除用、ペーパー、機密文書、衛生材料、医療資材、農業資材など、古くは灯籠流しの灯籠にも使われてきた。 水飼紙製のトレールペーパー。水飼紙製のトイレットペーパーの新近年では、検便時に使用するトレールペーパーとしても使用され、このペーパーは水洗ト入れ用に開発された水飼紙で、できた裁便専用シートで、便器内の水の上に浮かべその上に糞便を排泄し、検便時の糞便が便器内の水に水没してしまうことを防ぐもので、採取後はそのまま便器に流すことができる。 トイレットペーパーが便器から流れきれない場合でも水解噛み性であれば、つまりの原因にはならない。公共のトイレでトイレットペーパーの芯を水洗便器に捨てられ、つまりが発生することある。最近ではパブリックな公共のトイレでは、つまりの発生を防止するため、芯士がない芯なしタイプや水解噛み性の芯のトイレットペーパーを使うことが多くなっている。 水解紙製のトイレットペーパーの芯は浄化促進剤が含まれており、便器のトラップの水たまりで完全に水解するようにできている。水解紙の原料繊維としては、木材パルプ繊維、非木材系パルプ繊維、霊四繊維、ポリエステル繊維が挙げられ、これらの繊維からなる水分散製紙は、湿式法や乾式法等の情報により製造される。紙パックなど、 様々なものが水回しである水洗便器用のトイレットペーパーにリサイクルされており、最近では鉄道の使用済みギップもリサイクルされており、収集された切符は製紙工場において分離、殺菌、洗浄、漂白等の工程を経てトイレットペーパーにリサイクルされている。ありがとうございます。